皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況62回目になりますよ。今回の実況から日ハム3連戦が始まります。今回はまず1戦目の6月の9日をプレイしていくからね。現在我が巨人はリーグ4位、借金8を背負ってますから、最近はもうずっと負け続けてる。勝つ喜びを知りたい今日この頃なんだよね。だから今回の実況は必ず必ず必ず勝ちましょう。負けることは許されない。よろしくお願いいたします。小声でね、小声でよろしく。じゃあ勝ちに行こうよ。今日の先発は面倒さ、こちら宇都宮ですね。負けることは想像できない。さて今日のベストオーダーを組んでいこう。今日は誰にしようかな。リードオフマンオードル、2番亀井だね。で前回の実況でこの太田を挙げたんですよ。この太田がどのような活躍してくれるか皆さんも期待してください。これが我が巨人の起爆剤になる選手だと思ってるんでね、今日は7番で使っていこうか。いや2番でもいいかもしれないな。2番で OK。 いやでも面倒さ右ピッチャーだよな。亀井じゃ2番で OK だ。やっぱ7番だね。でセベダ先輩を6番に置こう。ほんで立岡を9番だ。パリーグ主催の試合なんで DH があるからね。あでも待て、坂本打ってないからな。坂本ちょっともう下位打線行くわ。坂本もう9番でいいや。9番で OK。 全く打たないんでね、坂本村田以上に打たないんで。で今回の実況ではフィールドプレイで私ピーマンがこのセベダ先輩を使ってやっていきたいと思いますのでね、必ず勝とうよ。日ハム1戦目ね、ほんと最近勝ち続けてないから。橋本が1軍昇格、いやいや大谷触れてやれや。正直橋本何の期待もしてないからね。あの別に上げる選手がいなかっただけで、上げただけで、あのこの1試合終われば次の日アンダーソン戻ってくるから橋本落とす予定なんだよね俺は。まあなんか期待されてますけどね、どこぞの誰が期待してるのかさっぱり分かりませんけど、俺は全く橋本に期待してないから、全く俺の期待をずっと裏切ってる選手だからね、期待することはないですよ。アンダーソンが戻ってきたらすぐ落としますから、よろしく。橋本ファンには悪いですけどね、すぐ戻ってくるんで。アンダーソンが怪我から復帰ですよ。アンダーソンはよく打ってくれるんだけど怪我が多いのがちょっと難点だね。よく怪我する。さて札幌ドームでの戦いがこれから3回始まりますからね。3連戦が負けられないんです。交流戦順位は悲しいな。横浜はもっと悲しいな。横浜以下にならないようにね、このカード次第であり得るよ。ならないようにやっていこう。スカタオドルいきなりトゥーベース、カモンオンカモンオン。こっから1点入らないってありえないよ。イエーあれあれレレレ、こうある絶対1点入る流れのやつじゃん。お今日は大谷が3番で入ってるね。二刀流大谷3番ですか。栗山監督も粋なことするね。強打者のポジションを3番に置く。ただね、ただそんな幻想はこのセベダが打ち崩してやろう。大谷を3番で使うなんてね、相手チーム舐めてるのか一つ言いたいですよ。今季の大谷というのは打撃能力が全くないからね。事実ホームランこそは出てるけどね、出塁率も3割切ってる。打率も2割台だったかな。1割前半1割じゃなかったと思うけどね。全く打ててない。ここで打つ。いい球来たと思うんだけどね、球威のない甘い球。残念ながらここはピッチャーゴロだ。抜けてれば内野安打もあったでしょう。さて中谷ヒット、内海頼むぞ。大丈夫、宇都宮なら抑えられる。最近は頑張ってくれてるからね。何度も何度も期待を裏切られたが。さて立岡ヒット、坂本続こうぜ。ほんと打たへんね坂本、どうしたんだろう。あい亀井のツーラン、やっぱ2番で成功。ありがとう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 。いや亀井は対右にめっちゃ強いからね、わかる。絶対打ってくれると思った。これ亀井今日2番に入れてなかったらこのツーランホームランがなかったかもしれないからね。太田じゃ打てないでしょね。あまり太田ファンに悪口言いたくないですけど。さてどうだ。よし危ない、太田に抑えた。だから言ったじゃん、そこに陽大官でも3番に置いときゃ1点入ったのな。今そこに太田に置くから入らないんだよ。だからなんだよ。よろしく。セベダ先輩もずっと言ってたんですけどね、片言の日本の語でそこを置いちゃダメってね言ってたんですけど、まあそれを聞かない栗山監督が全て悪いと思うんですね。さあで追い込まれた2-2、2ストライク。ボール。でもこれ見て、球威のない球がちらほら来てるよね。3球連続だよ。しかもボール、甘い球確実に持っていく。はい、もう球場とか関係ないからね。東京ドームだろうが何だろうが打つのがセベダですから。ほんで球数を稼ぐ、こういう意識もあるからね。はい、来た。この打球は落ちるか。落ちないよねそら、どん詰まりだからね。
太田がショートフライ。起爆剤になってほしいんですが、ここ2打席結果を残してないな。まあでも大丈夫ですよ。太田はまあ使い続けますから、僕も好きな選手なんでね。ぜひ原監督にも太田をもっと使ってほしいんだけどね。原監督にはもっと我慢をしてもらいたいよね。あのポンポン落としすぎというかね、あのフランシスコにしろカスティーヨにしようね、もっとね、あの使ってほしいんだよ。セベダにしろ、あ、まあ、セベダあれだ、セベダ、まあ、セベダに関してはあれだけどね、まあ、この2人はもっと使えば打てると思うんだけどね。我慢がないよね、原監督は。申し訳ない、原監督ディスりはここまでだ。俺はあくまでも巨人の監督ですからね。このゲーム内では監督が監督をディスってこうどうするんだい。それダメでしょう。さて、内海、よし、5回までパーフェクトピッチング、いいね、ゼロだ、素晴らしい。で、俺もセベダで打たんとね、ちょっと打ててないよ。よし、行こう。3打席目。おそらくね、このままチームが勝ち続けるとセベダ、守備固めに送られるんで、あ、DH だからないか。ないね。申し訳ない。俺の勘違いだ。よっしゃ、来いや。もう強振でいくよ。うわー、ミートがちっちゃいからな。ミートがでかければ今の打ててたぞ。しゃあない。セベダ先輩、ミートちっちゃいからね。ちっちゃい人だからしゃあないけど。でも、でかかったら打てたという事実をみんなに伝えたい。みんなに聞いてほしい。言い訳でもなんでもないけどね。うわあ、危ない、ベストピッチじゃないか。うわ、これも打ち損じた。笑いしか出てこねえ。落とした落とした、ナイス、うわ、ベントした、ブブ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 ブ。これは恥ずかしいぞ、お前。プロとしてはありえないプレーだけどね。これはもうインターネットで笑われまくりですわ。ツイッターでもいろいろと晒されまくり。そして3点目っていうね。はい、4点目。もうエラー引きずってんじゃん。ねえ。この回2点入りました。このエラーもセベダ先輩が起こしたセベダマジック、よろしく。セベダがいなければ4点目はなかった。そういうこと、そういうこと。さて、いいぞ。内海が本当パーフェクトピッチング、素晴らしすぎるね。坂本ツーベース、久々に打った坂本を見たね。オードル打てない、あと続いてくれ。亀井はどうだ。よーし、5点目ありがとう。クロッタから打った。長野はどうだ。おー、ショートへの内野安打、ワンアウトランナー、二塁一塁。で、ここで得点圏で攻めだ。任してくれ。先ほどは投手へのエラーで、出塁からの、出塁からの4点目。素晴らしかったね。さて、打つ。クロッタを打つ。チームバッティングもできる攻めだですから、ここはミート打ちでね、もう切り傷みたいなちっちゃいミートですけど、なんとも言えないね。カットマン必要ないやつだね。そしてフォアボール、これが至宝です。そんなギリギリのとこ攻めても無駄無駄だからね、よろしく。無駄なんですよ、振らないから。そこ振らないのがセベダなんだよね。理解してない、そういうとこ理解してないんだよな。さて、宇都宮7回投げて、あと1人頑張ってくれ。うわー、まずいな。ここがちょっとターニングポイントになるぞ。よし、ナイスナイス。もうこれ勝利の系統入るだろう。まだ8回も行くか、内海。俺が変えることはできないからね。CP 任せになるから。フィールドプレイだと選手を変えることはできないんでね、俺の意思で。内海8回行くか。いや、変えてもいいと思う。あ、守備固めが来たね。もう勝利の系統入ったよ。しゅー、内海8回引っ張るか。いいことねえぞ、CP。上位打線、ほら言ったじゃん。ほら言ったじゃん。から、うんま、車内閉鎖だで1点か。ほらね、もう中途半端引っ張るからこうなるんだよ。変えるとき変えないとね。なら、内海も無失点だったの、無駄な1点だったよ。ガラテがマウンド上がったね。セベダ、どうだ、9回回ってくるか、打席。5対1、4点差。どうだい、打てよ。回るか、藤村が4番。はい、そして6点目、ありがとう、藤村。よく打ってくれたね。巨人何十代目の4番だ、これは。藤村4番とかシュールすぎんな。さて、ガラテから打つよ。右セベダですよ。皆さんご存知、右のセベダです。俺もセベダってスイッチヒッターやめた方が俺いいと思うんだけどね。左のセベダ打つ感じするけど、右のセベダ全く打たない感じがするんだ。これはどうだ、抜けないのか。今なんかちょっとおかしかったよね、取り方も。ねえ、あれ取れてないじゃんみたいな取り方してたよね。文句しか出ねえわ。まあ、しゃあない。西村頼むよ。日ハムを倒せ。あと2つ。あと1つ。はい、ごっつさんです。まず1戦目を勝利で収めることができた。ありがとう、ありがとう、ありがとう。まあ、私、ピーマンは何の活躍もできなかった。ああ、まあ、それについてあまり言うことはないね。別に言わなくても、触れることではないと、僕は思っている。でも、勝利をできた。勝利ができた。これが非常に大切ですよ。
1戦目を落とすチームっていうのはね、弱いですから、弱小ですから、まず1戦目確実に勝つことが大切になってくる。いや今日はもう内海に乾杯だね。うん、内海がいてくれたから勝てた。そして打撃陣も素晴らしい試合になりましたね。亀井のツーランホームランもありましたよ。素晴らしい。まあ、ちょっとセベダを使って4の0、1個のフォアボール。しかしだね、あのエラーがなければ今巨人負けてた可能性もある。あのエラーはセベダが出した、セベダマジックのおかげですからね。よろしくお願いいたします。坂本も久々に打った感じがしたね。ただ今日はエラーもしてるからな。ほんと最近の坂本全く打たないからね、どうしたんだっていう。しばらくはもう9番で使っていくね、この2試合は。あと2試合ね。あ、よし、アンダーソン使えるようになった。橋本くん、先ほど言いましたがね、もう最初から橋本についてあの期待してたわけじゃないので、あの戻ってきたのでね、あのアンダーソンが、あ、まあこれはね、非常に残念ですけど、まあ僕もね、橋本の気持ちを考えたらあれなんですけどね、上げて落とすというのはいかがなものか。まあ上げるべき人間が他にできた、そして絶好調とも考えれば橋本くんには短いお別れになりますが、グッバイとなりますね。ああ、そうだ、一軍外国人制限枠がありますからね。これがある限りは落とせない。じゃあ誰かを落とさないとダメ。マイコラス、マシソン、どちらを落とす。セベダ先輩を落とすわけにはいかんからね。アンダーソンは必ずチームに必要な選手になるからね。ここはマシソン、いやマシソンも安定してきてるな。マイコラス、まあ、ちょっとね、しばらくの間、マイコラスに休養を与えるという意味で、ちょっと落としたいと思いますわ。落とそう、落とそう。で、代わりに菅野。ああ、戻してきました。菅野ね。おお、ピッチャーの方が絶好調なの多いね。まあ、この辺も無視でいいでしょう。外国人制限枠っていうのがあるんで、これが非常に迷惑ですよね。まあ、しゃあないですね。これしないともう、日本のリーグは全て外国人選手になるので。そして、橋本グッバイ、アンダーソンを上げますよ。橋本くんには悪いですけどね。まあ、このようになってしまって。はい、てなわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況でも日ハム戦をプレイしていくからね。また次回見てくれよな。じゃあグッバイ、また会おう。